ボレ国際空港は、エチオピア連邦民主共和国の首都、アディスアベバ南東の近郊の町、ボレにある国際空港である。かつては、エチオピアの皇帝ハイレセラシエ一世にちなんで、ハイレセラシエ一世国際空港とも呼ばれていた。この空港は、エチオピア航空の本拠地であり、世界各国へ接続している。また、ルフトハンザドイツ航空、ケニア航空、 ターキッシュエアラインズ、エミレーツ航空などが就航している。2003年には新国際線ターミナルが開業し、3800メートルの滑走路も完成した。2019年には中国の炎上で拡張された新ターミナルが開業した。ターミナル1は主にアフリカ内路線、国内線。ターミナル2は主にアフリカ外への国際線。 いずれもエチオピア航空のクラウド級空港ラウンジがある。チャイニーズファンデッドエチオピアエアラインズメガエアポートオープンズフォーパッセンジャーズシンプルフライングシンプルフライング https simplyflying.com チャイニーズファンデッドエチオピアエアラインズメガエアポートオープンズフォーパッセンジャーズ2019年4月20日閲覧エチオピア航空冬に ロメ経由のアディスアベバ、ヒューストン線を解説。https コロンスラッシュスラッシュ flyteam.jp スラッシュエアラインルート、iah アドニュースアーティクル115222年19年11月2日、閲覧。ありがとうございます。